麦わらの一味を離れ離れにしたパンクハザードの一件は海軍本部を通じてすぐに世界政府の上層部に報告された。事件にダイヤルが絡んでいることを知った政府はその後異常な反応を見せ、海軍本部に対して麦わらの一味を一刻も早く捕らえるように命じるとともに、各地の海賊同盟に何らかの密約を示し、麦わらの一味の捜索に協力するように働きかけたのである。海軍からの激しい攻撃に対して切り札を手に入れたい海賊たちは政府の呼びかけに応じて麦わらの一味を探していた。一方、ルフィとナミを捕らえた海軍中将スモーカーは二人を海軍本部に連行しようとしていた。そこへ海軍本部にいる部下より電電虫による連絡が入る。プル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 。スモーカーだ。どうした？おい、どうしたんだ？ゾロたちが見つかったのか？黙ってろ海賊。中将は電電虫でお話し中だ。話は分かった。お前は本部にとどまって情報を集めてくれ。頼んだぞ。ガチャ。中将、何か事件で？ああ。俺と俺の部隊に所属する海兵全員に対して内々で拘束命令が出てるらしい。身に覚えのねえ反逆罪の疑いをかけられているようだ。なんだお前、悪いことでもしたのか？どうやらパンクハザードで見たダイヤルが絡んでいるらしいが、麦わら、お前もダイヤルを持ってたな。ああ、あん時まず俺のダイヤルが震えて、そしたら仲間が持ってたダイヤルから霧が出てきたんだ。震えるダイヤルに霧のダイヤルか。で、霧を吸った奴らがおかしくなっちまったと。麦わら、とりあえずお前の震えるダイヤルをよこせ。そいつの謎を解かねえとどうにもならねえ。ああ、欲しけりゃやるけど。待って、ルフィ。そのダイヤルはみんなを探す手がかりになるかもしれないのよ。そんな私たちにとってとっても大事なものをただで渡せるわけないじゃない。例えば私たちの仲間探しに協力するっていうなら考えてあげないこともないけど。海賊風情が海兵の俺に取引を持ちかけようってのが。でも海兵をクビになりそうなんだろ？クビにされる筋合いはねえし、辞めるつもりもねえ。あれ、俺のダイヤルが震えてるぞ。中将、大変だ。この船、海賊に囲まれてるぜ。敵はすんげえ数だ。能力者もいるようです。今の戦力じゃ厳しいが、応援を呼ぶわけにもいかねえな。おい、解放してくれんなら手伝ってやるぞ。解放しろだと？仕方ねえ、奴らの拘束を解いてやれ。周りのクズどもを片付けねえと話が進まれ。え、いいのかよ。こいつらも海賊だぜ。海賊と一緒に戦うのか？よし、戦闘だ。
熱狂人麦わらの小僧を引っ捕らえろ。いかばめ、ずっこいやろう。直々に処分してやる。あいつら知ってるぞ。一歩邪魔口だ。この大軍を押し返す。まずは左右両翼から叩くぞ。ファイトファイト、ファイトファイト。本拠地は兵が供給される戦闘の用地だ。戦闘は続けられねえ。注意しとけ。さあ、とにかく守ればいいんだろ。愛国と一緒に戦うのかよ。太平のはずだ。こんな命令従えねえ。おい、押しつするな。死にてえのか。バカな海兵が正面から突っ込んできやがった。野郎ども、取り囲んで血祭りにあげろ。おう、言わんこっちゃねえ。こいつら交代させねえとまずいな。助けに行くぞ。ケムリ、どうすればいい。お前、ああ、敵の方位を崩して退路を確保しろ。おい、こっちの敵はぶっ飛ばしたぞ。調子に乗るんじゃねえ。虫けらどもがいくらやられようと痛くもねえ。許せねえ。
他の場所にも毒ガスを見舞ってやるか。このままじゃ犠牲が増えるばかりや。一旦前線を下げるぞ。打ち込んでやれ。ガン！
ったぜ。バレちまってるが、あん時のダイヤルだな。あ、ルフィのダイヤルが震えてたから、このダイヤルに反応してたからじゃない？考えるのは後だ。最後は相手に追われちまうぞ。てめえ、これで勝ったと思うな。勝ってゼロ悪党ども、ホワイトピョー、ホワイトピョー、ホワイトピョー、よっしゃ倒した。そう思う。キリがねえな。おい、少し落ち着きなさいや。お前らあれだよ、ほら、なんだっけ、忘れた、もういいや。ホワイトスパーク！すげえ！敵全部やられちまった！相変わらず余念の後だ。信じられねえ！くそ！あんな野郎を相手にしてられるか！しかしな、これで終わったんじゃ、あれだろ。お前ら、俺と戦っとくか。ここまで強くなっちまったか。こりゃすげえな。まったく張りのねえ日々だぜ。やるじゃないの。期待通りの成長だよ、麦わらは。ただな、お前らが持ってるっていうダイヤルだが、あれは相当にヤバいもんだよ。あんた、なんか知ってんのか。悪いが、俺も海軍を辞めちまった身の上だ。詳しいことは何も知らねえ。ただ、政府や海軍の対応が普通じゃねえことは確かだ。この先、気をつけた方がいい。ああ、そうだな。スモーカ、なんでお前が麦わらと一緒にいるのかは知らねえけどな。正義なんてもんは立場によって姿を変える。お前が自分の正義に従ってんなら、それを通せばいい。
今は言えるのはそんだけだ。じゃあまたな。フランキー、戻ってくれてよかったよ。あお、よくわかんねえが助かったぜ。多分霧のダイヤルが壊れたから正気に戻れたのね。ルフィの震えるダイヤルのことはまだよくわからないけど。まあそのうちわかるんじゃねえか。でケムリンはこれからどうすんだよ。さあな、今の状況じゃ海軍には戻れねえが。じゃあやっぱり私たちの仲間探しに協力してよ。なんだと。今いない仲間たちは多分みんな霧のダイヤルを持ってるわ。あんたどうせダイヤルのこと調べたいんじゃないの。それいいな、お前強いし、仲間が見つかったらダイヤルはお前にやるよ。海兵の俺にてめえら海賊どもと組めってのか。スモヤン大変だ。さっき本部にいる仲間から連絡があったんだけどよ。ああ、もうナイナイじゃなく大々的に手配書が出された。スモヤン、あんた賞金首だぜ。なんだと。